ハッピージャムジャム最高、踊ろうよ。いつもの笑顔で、ハッピージャムジャム最高、飛び出そう。ステップ踏めば、パラパパパラパラダイス、トゥトゥルトゥルトゥルトゥ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 、イェイイェイイェイ。じゃあどっちです。今回はですね、ニコニコ動画でトラウマって調べて出てきた動画を見ていきたいと思います。ニコニコ版トラウマだった動画を克服しようの回ですね。それでは早速見ていきたいなと思います。レッツゴー、ハッピージャムジャム。行こうかい。こちらまずいのちくん、これ気になったんで見ていきます。スタート。うわ、キモキモキモ。やだ。めっちゃ可愛い女の子。いのちや。なにこれ。またいのちくんだ。苦手な命くん、半分代わりに飲んだけど、あなたの唇感じたい、初恋の味はどんな味。関節や。なんやこれ。あ、また命くんだ。なにこれ。なにこれマジで。最後が衝撃的すぎて多分映せないんですけど、なんこれマジで、どういうこと。これ怖ー。なんか気持ち悪い。いのちくんすごいね。これはトラウマなりますよ。パラッパラッパステージ4。なんやこれ、なんでこれがトラウマで引っかかるの。見てやろう、俺はパラッパラッパが大嫌いだからな。おあー、この鶏だ。俺この鶏マジ嫌い。こいつ本当にむずい。あー、普通にね、これがむずくてトラウマってこと。クワクワクワーディエゲトゥドボー MIX the flower into the bowl MIX the flower into the bowl Yeah, hey, 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 lesson 2 Butter 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 you light the bowl Chip chip chips the memory of my soulYeah, yeah, yeah. And lesson 3. Hop the cake in the oven for a while. Turn. これはどうだ？おー、クリアした！おめでとう！あー、よかったよかった。いやー。むずいですからね、これ。なんだよ、これ。確かにトラウマだったけども、いや、トラウマってほどでもなかったけど、パラッパラッパ、嫌いや。俺全然クリアできないのに。ステファニー、めっちゃ簡単にクリアするから、普通にうざかったわ。なんかこれ気になる。頭がかゆいの。1990年初出、データウエストサイキックデテクティブシリーズ。あれだ。タウンズユーザーには有名なトラウマシーンでしょう。現在見れない人もいると思うので、オープニング部分のみ、オンボート音源の録音テストも兼ねて、録音時の音量がかなり低めになっているので、聞き取りにくい場合は音量を上げてください。特にロゴ表示時点。需要は低いと思うので、後で消すかもしれません。何これ。はい。古谷探偵事務所です。ただいま外出しております。もしも誤って、私に事件の依頼を希望される方は、よくお考えの上、発信音の後にメッセージをどうぞ。もしもし、古谷さん、私、あなたに頼みたいことがあって電話したの。はい。これからそっちへ行ってもいい？なんて言ったらいいの？私の力じゃどうしようもないようなことが起こっているの。何？このままじゃ私も、私の友達も、そう、大事な友達がいるの。好きじゃないけれど、大事な友達なの。その友達も大変なことになるの。お願い、私を助けて。おお、古谷さん、何やこいつ、すごいファッションやの。あなたに頼みたいことがあって来たの。何や。立ち話もなんですから、まあお座りください。ありがとう。じゃあ遠慮なくそうさせてもらうわ。おお、めちゃめちゃいいスタイル。私に何を依頼されるおつもりですか。何ですか。 それなのよ、私があなたに聞いてもらいたいのは。はい。やだ、頭がかゆいわ。どうかなさったんですか。
近頃なぜだか頭がとても痒くなる時があるの。これだ、頭が痒いの。どういうこと？え、頭が痒い、頭が、え、なにこれ、何を話そうとしていたのか。え、え、なんか急に、なんで、あなたに話さなきゃ。でも頭が、やめて、なにこれ、頭が痒い、意味わからん、頭が痒いの、頭が痒いの、我慢して、頭が痒いの。なんで、あー、ねえ見て、頭の皮が取れちゃった。なんで、なんか人が向けたような気分よ。怖っ。私に何を言いたかったんです？冷静やな。忘れちゃった。じゃあ私帰る。え、なんこれ、怖ー。あーやー、これがオープニング。あーやー、怖すぎでしょ。あーやー、結構エグかったよ今の。あーやー、なんこれ、ちょっと気になる。これこのゲームのタイトル、可愛い女の子映ってるから気になりますよね。男の子っぽいっすね。で、石田明さんがやってるっぽいっすね。で、杉田のトラウマらしいですね。なんやそりゃ、石田明の男の子ボイスや。これが杉田がトラウマなんか知らんけど、行くぞ、見るぞ。これが男の子か、考えだね。これちょっとダメだな、なんかダメな気がするわ。ごめんなさい、僕ねえ、ねえや、ねえ、これは、びっくりだね。これは杉田もトラウマなるわ。あーやー。はい、ということで、ニコニコ版トラウマ動画でした。いやー、ちょっと、いろんなジャンル見れておもろかったっすわ。ほぼゲームだったな。全然いろんなジャンルじゃなかった。いろんな種類のトラウマ動画見れて嬉しかったっすね。よかったです。はい。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメント、お願いします！それでは、また次の動画でお会いしましょう！さよなら！きっかけは、一本の電話だった。もしもし、フリヤギさん？私、あなたに頼みたいことがあって電話したの。お願い。私を助けて！あなたに頼みたいことがあって言ったの。謎のスレンダー美女、近頃なぜだか頭がとても痒くなる時があるの。頭が痒い。なんか一皮むけたような気分よ。一皮むけちゃった。誰も予想できない衝撃的結末があなたを待っている。あーやー、前売り券を買うとおよい5巻もらえる。